白雪姫より100倍スティッチの方が楽しみ。はい、こんにちは、ゾノです。今回の映画ニュースは白雪姫の予告がマジで大炎上という話をしていきたいと思います。ちょっと最近忙しくて3日間ぐらい動画を休んでたんですけど、その間にとんでもないニュースが舞い込んできました。現在アメリカでは映画館で白雪姫の新しい予告が流れてるらしいんですよ。でこれ YouTube に上がってないんだけど、 X で英語で白雪姫とか検索すると、あの海外の人がね盗撮してアップロードしてくれてるから、まあ見ることはできます。で映画館で先に予告流すっていうのはまあよくあることなんだけど、今回ちょっとね事情が違って、あの映画館で予告が流れる2日前ぐらいに海外の記者がこの一連の流れをリークしてたんですよ。でそのリークの内容っていうのが、ディズニーは白雪姫の予告への批判を恐れているため YouTube にアップする前に映画館で流して観客の様子を見る作戦だというふうにリークしてます。で今回それがまさに当たったということで、これかなりディズニーさん白雪姫への世間の評価を恐れていますね。まあそりゃね、前回のティザーが数日でバット100万というとんでもないことになってたし、白雪姫役のレイチェル・ゼグラーはもうね、あのつい最近までクソガキムーブをやって常に世間を怒らせてるから、まあしゃあない。でね、まあまあそれだけならいいんだけど、今回それだけじゃなくて予告の内容もかなりヤバかったらしいんですよ。なんで今回ちょっとそれについて話していこうと思いまーす。でその炎上してる予告編の内容がもうあまりにも虹色すぎるんですよ。映像的にはそのなんか白雪姫が街の真ん中で、なんか演説するんですよ。お前ら行くぞーみたいなこと言ってみんなを焚きつけて、で女王が住んでる城に押しかけて攻撃するみたいな映像が流れて、でこれね事前のリークで、今回の映画女王による君主制に立ち向かうべく市民たちと白雪姫が革命を起こす物語というふうに言われてたんですよ。なんでまあ映像見た感じ、このリーク当たってんだなっていう感じで、もうふざけんなよと言いたい。もちろん元々のアニメ映画にはそういう描写一切ないですからね。元々の話っていうのは白雪姫の美貌を恨む女王が毒リンゴで白雪姫眠らせて、眠った白雪姫を王子様がキスで目覚めさせるっていう、めちゃくちゃシンプルで規模が小さくてロマンチックでファンタジーな物語じゃないですか。なんだけどまあ予告編見た感じ、まあね、よく言われる現代版にアップグレードっていうね、まあ、そんな感じで大幅な改変が行われてるようです。で予告編の中で今回の映画クラシックストーリーだというふうに紹介されてるんですよ。あのさ、どこがクラシックなんだよ本当に。もう全くオリジナルと違うじゃん。しかもなんか映像の中では王子様を救い出そうとする白雪姫っていうようにも見える映像が流れるんですよ。でこれ過去にレイチェル・ゼグラーが、私の演じる白雪姫は王子様のキスなんて必要としねえもん、リーダーとなる存在だもんって言ってたのと重なるんですよね。なんでこれね、もしかしたらその眠りについた王子様を白雪姫がキスで目覚めさせるとか、まあ、そういう展開になってもおかしくないぐらいちょっとやばいと思います。ネットではこれなんだこのポリコレ映画はとか、ディズニー100周年のウィッシュと全く同じ話とか言われてるんですよ。本当にそうで、あの100周年のウィッシュと一緒なんですよね。これわざわざね2回やる必要があるのかっていう感じなんだけど、多分ディズニー的にはまあね、あの100周年にもなったし、その新しくポリコレ時代も到来したんで、これからのディズニーは変わります。もうこれからのディズニーはこの路線で行きます。100周年のウィッシュうわーで白雪姫うわーってねやったつもりなんだろうけど、まあ、全部滑ってるっていう、もう本当に頭虹色すぎるだろうマジで。まあもちろんこれ予告の段階なんで、あの本編見ると全く別物、あの全然そのオリジナルを尊重した作品になってる可能性あるんだけど、まあ多くの人がね今予告編を見てネットでねこうやって無理やり現代版にアップグレードさせられた虹色映画だというふうに批判してるから、まあ本編もそうなるんじゃないかなと思ってます。もうさやめなよディズニー、もともとある作品とかストーリー持ってきて思想乗っけて作り直すのやめろよ。現代版にアップグレードしましたとか、あの誰も望んでないです。本当にねこの白雪姫に関してはファンタジーでロマンチックな部分がめちゃくちゃ女性からの支持を得て、まあ、女の子の憧れだったわけでしょ。そのいつか王子様が白馬に乗って現れてキスしてくれるっていう、そういう憧れがあったのに、そういう部分を掘り下げようとせずに、いやいや現代は女性が立ち上がりますからみたいなこと言ってね、全く別の話に書き換えるの意味なくない？それじゃあ白雪姫じゃないやん本当に。
で、女王ってもともとアニメ版だとただのなんてことない雷に打たれて崖に落ちて死ぬんですよ。だけど多分映画ではその白雪姫がね立ち上がって追い詰めて倒すみたいな白雪姫英雄譚にされるんだろうなと思います。なんかそういう戦いの話にしちゃうのって逆に女の子からそういうなんか女の子向けの物語を奪ってるような気がするんだけどね。で、これレイチェル・ゼグラーが白雪姫に関わり出したあたりからめちゃくちゃクソガキになったんですよ。なんか活動家みたいな感じで自分と全く意見の違う人を攻撃するようになったんですよ。これもともとクソガキだったわけじゃなくて、白雪姫を演じる間に頭の中までどんどんディズニーの虹色に侵食されて、その思想マシマシ二郎系ラーメンみたいになっていった可能性あります。だとしたらディズニーが生み出した化け物ですよ、レイチェル・ゼグラー。別に女性に立ち上がるなって僕は言ってるわけじゃないですよ。そういう作品はまあいくらでもありますし、別にそこは批判してないんですよ。これクラシックストーリーを名乗ってるのになんで別のものにするのっていうことを僕は言ってるわけですよ。でさ、元々の白雪姫に憧れてた女の子たちもまあたくさんいるわけですよ。そういう子を突き放して、いやそれは時代遅れですよ、今はキスで目覚めるんじゃなくて王子様を救う物語ですよって言ってね、いろいろやるわけでしょ。もう本当にディズニー頭虹色すぎ。あと多分予告見た感じアクションもあるんですよ。まあそれはね、リトルマーメイドの実写化の時もあの原作では軽く流してるところをめちゃくちゃフォーカスして、あの大規模のアクションにしてスペクタクルにしてたから、まあまあそれは今回もやるんだろうけど、まあそのね、90分しか元々ないアニメ版をじゃあ2時間の大作にするっていう時にアクション増やしますっていうのはちょっと逃げな気もするんだけど、まあまあ映像ですごいもの見せてくれるんだったら僕的には嬉しいんですけどね。まあだからってね、そのストーリー書き換えて、女性が革命を起こす物語にされても困るんですよ本当に。まあ予告の段階だからわからんですよ。本編見たら全然そのオリジナルを尊重した、王子様は最高みたいな、キス最高みたいな話になってるかもしれないから、そしたら俺も手のひら返すんだけど、いやーまあ予告見た感じはそんな感じになりそうもない、全く新しい物語になってると思います。まあでもね、あのレイチェル・ゼグラのビジュアルに関してはもう最低な話だけどね、その女性を見た目で判断するっていうのは最低な話だけど、ビジュアル面に関してはまあいろいろ言われてるけどめちゃくちゃ良かったと思いますよ。もともと美しい女優だから、まあ色のことでね、その褐色系の人を白雪姫に使うなっていうことでめちゃくちゃ言われてはするんだけど、いやまあでもね、こうやって動いてる姿見るとビジュアル面ではいいんじゃないかなと思います。まあね、レイチェル・ゼグラに関しては美しい美貌を持っていても美しい中身を持ってるとは限らないの典型的な例ですから、めちゃくちゃね他人を攻撃する女優なんで、まあ、そこでもすごい、まあ、白雪姫ってのは言われてるわけじゃないですか。で今回のそのディズニーの判断でしょ、いやいきなり YouTube にアップロードすると批判されるかもしれんわ、じゃあちょっと映画館で様子見しますって、まあ、そう考えると、まあ、正しい選択のようには見えるよね。まあでもこれはレイチェル・ゼグラが問題発言ばっかしてるから批判されてるわけじゃなくて、もともとそのねディズニーの白雪姫を作るにあたる体制というか向き合い方がその、まあ、みんなが望んでるものとは違うっていうところで批判されてるんじゃないかなと思いますね。えこの100周年のウィッシュが焦げてるのに全く同じ路線で白雪姫を作るという、まあ、ある意味チャレンジャーですよ。まあね、公開されるまでは分かりませんから、この虹色白雪姫ぜひ応援していきたいなと思います。そんな感じですね。ぜひチャンネル登録と高評価、 X のフォローもお願いします。さよなら。